カンボジアマストです。船見です。山口です。皆さんおはようございます。今日は仙台東ジュニアさんの講習会レッスンです。楽しみですね。今日1日やるもんね。1日です。朝から先週のうちだったんだけどちょっと天気が悪くてね、今回晴れたということで講習会やっていきましょう。その様子をねちょっと僕はカメラでこっそり撮るので、船見選手の講習会のね様子をお伺いしていきたいと思います。それでは頑張りましょう。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。はい、チーズ。はい、皆さんおはようございます。今日は、ね、差し入れでいただきました。これからはそれ以外は飲まないたくさん飲んで今日いっぱい練習しましょう。じゃあ今日ね、先にちょっと山内さんからね、アピールで山内だったりとか見せてもらう機会もたくさんあると思うので、元気よく、まず、体調不良とかにならないように楽しい一日にしましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。プロソフトテニスプレーヤーの船見水太です。今日はこういった形で講習会させてもらうんですけども、プロになってから初めての講習会が仙台東京にあるので非常に気合が入ってますし、非常に楽しみです。お適当についてきてください。歩いて歩きましょう。行けて前です。プロ歩いてんだぞ。行け何
お疲れ様でした。午前中どうでしたか？いやもうすごい楽しかったですね。もうみんなで普段やらないような練習というか、いろいろ可能性を広げてあげるようなドリルだったので、うん、みんなワクワクしてくれて、こっちも楽しくなりました。結構なんか斬新な練習を入れるね。なんかこう、なんか普通の一本打ちとかじゃなくて、こうアクティビティ的な要素も。そうですね。やっぱり動きながら、やっぱ運動能力を回復してあげる、うんうん、技術の幅を広げるってことが僕らの役目だと思うので、普段やらないようなドリル。やるように意識します。なるほどね。山本選手どうでしたか？いや、子供たちが一人一人も全員喜んで伝わってきて、一球一球楽しみながら打ってたんで、すっごいいいですね。はい。午後も頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。今日のお弁当は牛タン弁当です。でもやっぱ普通にして。カナフにかけてちょっと入れたい。え？何人分って1人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 本当にね、大会とかない中で本当こんなキラキラした目でテニス、まあ、ボールを追っかけてくれて、なんかこっちもなんかもっと頑張んなきゃと思ったし、そういうやりがいがありました。ね、やっぱね、もう本当子供たちの目がキラキラしてて、船水を見る時の、まあ、これからもなんかこういう機会があればね、ぜひやりたいなと思いますか？いや、思います思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 